白馬村オリンピック記念館は長野県北安住郡白馬村に存在した白馬村立の資料展示施設である。建物は1998年長野オリンピックのためにノルウェーのゲストハウスとして建設されたものを白馬村が譲り受けた経緯があり、ノルウェービレッジという愛称が付けられていた。2014年の閉館後も解体されることなく2015年からは ヤフーに賃貸され、同社が運営するコアアーキングスペース、ヤフー白馬ベースとして使用されている。白馬ジャンプ競技場の近隣にあり、長野オリンピックのうち主に白馬村内で行われた競技の資料を展示していた。1階は収蔵品の展示で、2階に資料類が保管されていた。管理運営は敷地内にある白馬村観光局が行っていた。 当館の営業当時の白馬ジャンプ競技場のリフト券は当館の入館料込みの価格となっていた。また当館のみの料金を払い入館することも可能であった。2014年の閉館後は一部の展示物は白馬ジャンプ競技場のコントロールタワー内に移転されて引き続き公開されている。白馬村オリンピック記念館条例ノルウェービレッジのご案内。 2018年7月17日閲覧。ヤフー白馬ベースについて、ヤフー株式会社。2018年7月17日閲覧。ありがとうございます。